それじゃあ、まあ、去年とどれぐらい違うかも含めてですね、お話しさせていただきたいんですけど、去年ここで話しさせていただいた後、多分あれ11月ぐらいだったと思うんですね。その後、12月ですね。その後ほぼ毎月報道発表しました。だからだいぶ進んだんですけど、でもやっぱりちょっと一応最初からストーリーを追わないとですね、ただのおかしな人になっちゃうので、一応順番に、去年はここが私の写真だったんですけど、今日はこれで会いたいです。と、まあ、見せてもいいですよね、模型ぐらいはね。ちょっとそこに山添っていますので。で、まあ、一応その人とアンドロイドとメディアということなんですけど、まあ、私はロボット工学者としてこういう未来を作ろうとしているということなんです。で、まあ、そのうち、まあ、そのうち必ず来ます。まあ、来るんです。まあ、心配なく来ますから、そこは、まあ、なんで来るかというと、僕が作るからなんですけど、要するにクリエイティブな人間ってのはそうでないとダメだって僕はアラン・ケイに怒られたんです。ね、で、まあ、それからそういうふうに、そう言おうと思ってるんですけどね。で、まあ、実際、去年あたり、これは私の研究グループで ATR でやってるんですけれども、まあ、4台ぐらいのロボットがちゃんと道案内のサービスをしたり、足元一緒に、なんかこれロボットカフェみたいなものをやってたり、まあ、いろんなその法律的な問題とか安全性の問題はあるんですけれども、やろうと思えばロボットでいろんなサービスができるようになったと。でもやっぱり、こういうロボットをやってるとですね、いろんなことを考えるわけですね。例えば見かけはどうするんだとかさ、もっとロボット人間らしくするにはどうすればいいか。要するに人と関わるロボットを作ろうと思ったら、見本は明らかに人なんですよね。だから人のこと分かってないのにロボットを作らないといけない。でも人ってじゃあどれぐらい分かってるのかって改めて考え直すと、ほとんど何も分かってないわけです。今までの研究っていうのは研究しやすいところだけ研究してきたわけですね。で、例えば見かけの問題点は全部デザイナー任せ。もちろんデザイナーさんの役割は重要なんだけれども、デザインからそれを科学技術にするっていうところに努力あんまりしてこなかったわけですね。人らしい動きもそうですし、対話をどう実現するのか、音声認識の研究はあるんだけれども、それだけでは対話にはならないわけです。まあ、そう考えるとですね、結局自分は何に興味があるかっていうと、やっぱり人そのものなんですよね。まあ、ロボットを作ってはいますけれども、興味はどんどん人に移ってきて、人とは何かっていうことが、まあ、まあ、大体研究なんていうか自分のモチベーションになっている。で、まあ、そういう、まあ、そういった研究の中で、まず最初にお見せしたようなビデオのロボットを作ったんですが、こういうロボットってどれぐらい人間らしくあるべきかと。で、人間ってそもそも、パソコンとか携帯電話が、なんていうんですかね、好きなわけじゃないっていうか、生まれた赤ん坊がいきなりパソコン使い出すわけではないわけですね。要するに人間の脳ってやっぱり全部人に向いてるわけです。子供からお年寄りまで人に喋れないとか人と関われない人はいないわけです。だからどれぐらいじゃあ人間らしくあるべきかっていうので、こういう藤井綾子さんのアンドロイドを、万博で作って、ね、それから、さらに、人のように話せるアンドロイドは作れるんだろうかと、まあ、結局それは無理です。そんな都合よくいかない。動きとか見かけとかね、そういうのはある程度人らしくできるんですけど、まあ、だからその遠隔操作型のアンドロイドを作ったっていうことなんですよね。でもこれは結構これは良かったわけですね。まあ、いろいろ悩みます。要するに研究者としてですね、人工知能の技術を諦めて遠隔操作をしていいのかっていうことなんですが、でもそもそも僕自身もですね、自分で言葉を編み出してるわけでもないし、要するにちょっと時間遅れのある遠隔操作みたいなもんですよね。ちょっとなんか記憶装置が優秀なぐらいの話ですよね。で、まあ、これは、操作する人がですね、2つのモニター見ながら、まあ、しゃべるんですけれども、目の動きとか肩の動き、そういうなんていうか無意識の動作はこれ自動で再生されます。で、あとこのシステムカメラがですね、人の唇の動きとか顔の動きを捉えて、で、その動きと声と一緒にロボットに送ると。で、これ5分ぐらい使うとですね、この人もこの人もこれを私だと思うようになるわけです。で、特に大事なのはこっち側なんですけれども、モニターでですね、自分がしゃべると唇がちゃんと動いてる、で、首を動かすとちゃんと首が動くというのが確認できるとですね、確認できた上で対話、人と関係が持てると、まるでこれをもう自分の体のように錯覚しだすわけですね。で、まあ、悪いやつがですね、
あのこれアンドロイド歩けないですから、こうギュンギュンつつくわけです。これものすごく腹が立つわけです。いや、めちゃめちゃ腹立つんだけど、腹立つとともにここに本当に触られた感じがあの出てきます。まあ、これは私が やってるのであんまりこう信用されないかもしれないですけど、あの千葉のクララさんが早速、私も体験させていただきました。これ操作された時の映像ですね。で、まあ、あの、まあ、10分、5分か10分ぐらいこうやって喋る、あの僕の体使って喋ってもらって、先生ちょっと触ってみていただけますか。まあ、大胆なこと言ってあります。これ触るとドキッとしますよ、結構。あ、すごい赤っ嫌でしょ。嫌だ、ドキドキする。ほらで、これはね、女性の方は大抵すぐにこういうことがあのできるようになります。あの、まあ、男性でもそうなんですけど、すごくなんていうんですか、その簡単に乗り移れちゃうんですね。それでその自分の体であるかのようにあの思うと。で、まあ、じゃあ、まあ、なんで乗り移れるのかっていうことなんですけれども、まあ、あの一つは要するに、あのさっきあの彼女はですね、僕の体に乗り移ったわけですね。で、じゃあ人間って、じゃあ自分の体に関してですね、どれだけちゃんとした意識を持ってるかっていうか、認識できてるかっていうことなんですけど、実際アンドロイドを作った時に、見かけはまあ鏡みたいなもんだっていうことは分かったんですけど、その、その私の癖までですね、学生が精密に再現した。その時僕は自分だと思わなかったわけです。絶対こんなん僕こんな癖ないと言ったんだけれども、前のものはあのもうそっくりだって言って笑うわけですよね。で、よく考えてみたら、要するに自分の癖なんて確認したこと一度もないわけです。ほとんど分かってないわけです。だから僕の周りの例えば秘書さんとか学生の方がよっぽど僕のことをよく分かってる。じゃあ人間ってそもそも自分に関する認識ってすごく甘いんですよね。本当に自分のこと分かってなかったら、あの何か社会性も持たない危ない人になっちゃいますけど、かなり分かってないっていうので、あの自分違う体に乗り移るっていうのは結構あのやりやすいことなんだなというふうにも思います。でもこれはやっぱり人間の社会性の一番根本的なあの、なんていうか原理というか、人と関わらずして人間は多分自分のことを知る術がないわけですよね。で、まあ、どちらにしろ、千葉さんも乗り移れたし、まあ、誰がやっても乗り移れるんで、これは、人の存在を遠隔地に送る、まあ、新しいメディアになるだろうっていうので、いろんなことを、まあ、やってきました。まあ、もちろんやるのはまずはミーティングをロボットでやるということですね。私は大阪大学で教えてますけど、これはあの ATR という奈良の研究所に置いてあって、で、まあ、普通にミーティングすれば、私が怒れば学生はシュンとするし、あのなんていうんですか、普通にミーティングできるんですけど、一つ問題が、まあ、あるわけです。何が問題かっていうと、僕がこれ使って仕事するとですね、あの ATR はその労務費払わないとか言うわけです。で、それはおかしいでしょ。世の中間違ってますよね。だって僕の見かけも動きもあの話もあるわけだから、労務費ちゃんと払ってもらわないといけない。で、今までじゃあ、だから今まで一体労務費は何に払われてたのかと。要するに内臓とかですね、脳みそなんですよ。で、まあ、だから世の中間違ってるんで、これから法律変えていこうと思うんですけど、でも大阪大学の意見は違ったんです。僕これ使って授業していいかって言ったら、どんどんやってくれと。そうしたらね、いっぱい学生来てあの儲かるからって言われます。あ、まあ、よかった。だから ATR は学生いなかったんですよね、そう考えれば。で、あの去年はオーストラリアに持っていて、オーストラリアであのこういうふうに会議もできますし、で、一番やっぱり感動するのは盲人の方ですよね。盲人の方にとってテレビ会議なんて何の意味もないんですけれども、これは意味があるわけです。ちゃんとあの互いに触って感覚を共有できる。それから、3週間カフェに置きっぱなしにしました。これカフェの隅っこに、この人がオーストラリアのリンツという田舎町で、まあ、3週間座ったままなんです。座って、まあまあ、いろんな人と話すんですけど、まあ、ここにいますよね。で、半分ぐらいの人は気がつかないんです。まあ、なんか、まあ、おかしな東洋人がいるぐらいにしか思ってないわけです。で、半分ぐらいの人はやっぱりあの相当おかしいぞと思って見に来るんですけど、あの一旦話し始めると普通に友達になれるというか、普通に対話ができます。で、まあ、こんな感じで話すんですよね。で、これってどういうことなのかと。僕はだから日本から、インターネット越しに喋ってるだけなんですよね。日本からインターネット越しに喋ってるということは、これは要するにでっかい携帯電話みたいなもんなんですよ、ね、ところがこれレストランなんですよ。で、誰も怒らない、誰も文句言わない。
ね、もし皆さんが山手線とかで、携帯電話を堂々と使いたかったら、ぜひこの自分のアンドロイドを作ってもらえればいい。まあ、周りも含めてですね、これを人間と認めているということだと思います。でこちら側はこれうちのスタッフで、まあ、一人でご飯食べるの嫌だとか言ってたやつなんですけど、僕がちゃんと、乗り移ってですね、一緒に話しながらご飯食べてやると、私はご飯食べれないですけどね、話するだけで全然寂しくないっていうわけですね。あと、いろいろ女の人もたくさん見に来てくれたというか話したんですけど、恋愛できるかって言ったら、ほとんど全て恋愛できるって言います。で、なんていうか、でも一つやっぱいいことばっかりでもないんですね。で、何が問題か、問題の一つは、人のアイデンティティって何だろうっていうのが非常に曖昧になってくるわけです。で、その人のアイデンティティに関して取り上げ、なんていうんですか、なんていうか、まあこれ私の研究、ロボットの研究がどんどん進んで、とうとう研究者は自分のコピーまで作るようになったと。で、将来、みんなは、まあ、一般の人もですね、自分のコピーを使うようになる。で、人々は肉体的にも完璧に自分自身を表現したロボットの分身を安全な家の中から遠隔操作することによって生活していると、まあ、そこには犯罪も痛みも恐れもない理想的な世界がある。これはごく自然な技術開発の流れなんです。我々歩くから自動車作るし、それから皿洗うから皿洗い機作るし、要するに人間の技術 のヒントは全て人間の能力にあって、人間をどんどん人間の仕事を自動化するというのは技術の歴史的なその流れなんですよね。だから最後はこうなる可能性があるわけですね。で、我が VSI 社が自信を持って開発した身代わりロボットサロゲートがあなたの生活の全てを代行いたします。あなたは安全で快適な自宅からサロゲートに接続し、遠隔操作するだけで最高の人生を手に入れることができるのです。もはやあなたの人生に限界はありません。あなたはサロゲートの目で見感じて 100% 自由な世界を楽しむことができます。たとえ危険なことが起こっても、サロゲートが破損するだけであなた自身が傷つくことは決してありません。全員の人が、すべての人がこれを使うわけじゃないですけれども、目的限れば、状況限れば当然使われるような技術だと思います。で、このサロゲートの世界、この DVD ぜひ買ってください。私も出てることですし、特典映像にはうちの研究室とか私のメッセージも入ってます。で、このサロゲートの世界では、病院は全部サロゲート専用の病院なんです。人間の病院いらないわけです。家の中で何もじっとしてるだけですからね。でそんな映画の中でも面白いのは、あなたはあなたのサロゲートに似ているって誰かが言うわけです。これおかしいでしょ。サロゲートはあなたに似ているって言わないといけない。ところがこれ僕は言われるんです。 ATR の社長に、先生ジェミノイドに似ています、似てきましたねとか。これはちょ、要するにアイデンティティはどっちにあるのかということなんです。まあ、ATR の社長にとってはですね、研究成果であるロボットとか教授という私の肩書きとか、そんなものは気になるし、それは大事なんですけど、私からありとあらゆる属性を取ったただの肉の塊には何の興味もないわけです、ね、丸裸の自分にはアイデンティティがないということを思い知らされるわけです、ね、そうするとその本当の君が知りたいとか、君の心がどこにあるのかとさえなんか映画の中では誰かが言い出す。我々のアイデンティティはどこにあるんだと、私のアイデンティティはどこにあるんだと、そういうなんていうか深い哲学的な問いかけも起こるような、そういう映画ですし、そうやって技術開発っていうのは人間の定義をどんどん変えてきてるわけですね。300年前400年前、手足がなければ人間社会の中で人間と認められなかったけど、今は絶対そんなことはないです。先ほどのトークにもありましたよね。で、人間はどんどん肉体から解放されて、で解放されると ともにそれは、人間の定義がどんどん変わってくるわけです。で、そういう、アンドロイドの技術、ロボットの技術なんですけれども、映画の世界ではまだいくつか誤解があるわけです。一つは、なんていうんですか、映画っていうのは今皆さんの理解の上で
に理解できるものを作らないといけないです。本当に理解できないものを作ったら映画にならない。20年前に山の電車の中でみんな携帯電話ポチポチしてるような映画を作ったら絶対ヒットしなかったわけです。現実は映画よりもはるかに稀なんですね。でそれ何が間違ってるかって言ったら、アンドロイドは人間よりもはるかに表情を豊かに作れます。お金と時間さえあれば。そこにあの心の三田さん来てますけど、あの三田さんもうなずいてくれることを期待してますが悲しむアンドロイドを作ったり、それから死んでいくアンドロイドを見るときはもう人間しかあの想像しないです。もう本当に人間しか想像しないね。解体するアンドロイドを見ると本当になんていうんですかね、これ気持ち悪いけれどもやっぱり強い人間らしさを感じるからですよね。ね、皮を剥いたりすると、ね、でこういったところに何があるのかっていうと、例えばこういうところですごい気持ち悪いと思うんですけれども、なんていうか強い人間らしさというか人間性みたいなのを感じる、あの優れた芸術作品と共通するようなところがあるんじゃないかというふうに思うわけです。例えば私シャガールなんかの作品好きですけども、強烈な人間臭さを感じますよね。あのそういうなんか芸術と技術が同居したようなものだと。だからそのあと技術者で最も僕重要なのは芸術家になることだと思うんですね。新しいものを作るのに方法論はないわけです。いくら古い教科書を勉強しても新しいものは一切作れない。でも芸術はそういうものをいきなり作り出すわけですね。でそれを作り出した後に方法論を確立すると技術になるということなので、こういったところからインスピレーションをもらいながらですね、新しいものを作っていく必要があるんだというので、2つ今チャレンジをしています。1つは最大限の人間を作ろうと、私の顔じゃあんまりなんで、クォーターの綺麗な人にモデルになってもらって、それすごく綺麗な笑顔もあの再現できるようにあの、心に頑張ってもらって、でそこに平田織座先生のシナリオを入れて、要するに見かけも、表情もあのトークも全て、完璧にする。これ遠隔操作型アンドロイドだからできるんですけど、実際にアンドロイド演劇っていうのを、11月の10日に、東京で公演しましたね。これまだ続けますし、今これあの、研究開発用に作ったアンドロイドなんで、これをですねあのぜひ世界中に広めるために日本初の何ですかあの芸術として世界に広めるためにちょっとこの専用のアンドロイドを作りたいなと思って、ちょっと皆さん助けていただければと思います。あの1000万ぐらいであの演劇専用のアンドロイドをあの持てるんですけれども、でこれは死んでいく人にメッセージをあの送るような短い劇なんですが、何が面白いかっていうと、アンドロイドが読む詩がですね、普通僕らは詩を読むと僕らあの詩人のメッセージにしか聞こえない、詩人のメッセージを代弁しているようにしか聞こえないんですが、アンドロイドの場合はですね、アンドロイドのメッセージに聞こえるんです。私の師匠の先生はなんかマリア様のようだと、まあ、いうふうに言われたんですけど、まあ、これ見ても今日はもう時間ないんで、見せないんですけれども、要するにあまりに全てを兼ね備えると人間っては人間らしくなくなって、まあ、要するに完璧な人間では人間じゃないのかというふうにも思うわけです。まあ、ここに何が起こっているのかっていうのはまたあの、アンドロイド演劇の鑑賞してもらいながら皆さんと一緒にもうちょっとだけ待ってね。で、2つ目の、挑戦、もう1つの挑戦は今度は先ほど知花クララさんが操作できたっていうのを見ていただきましたけど、要するにあれは僕の姿形が彼女にとって完璧だったわけじゃないですよね。で、じゃあどういうのが完璧かというと、おそらくは人にしか見えないけれども何者かわからない、性別も言えないし年齢も言えない、そういうデザインがあれば、誰でも、簡単に適用できる、そういうものは作れるだろうというので、テレノイドと言いますけど、子供が、このテレノイドを通しておじいちゃんにしゃべりかけるとですね、この子供の、なんていうかあの姿形がそのロボットに乗り移るという感じになります。でこれは、まあ、外国でも日本でも、まあすごくなんていうか評判がいいというか、これあのロボットだけ見ると気持ち悪いんですが、非常にのめり込みます。でこれ子供とあのお年寄りでやるとのめり込むのは当然なんですけど、男女でやっても異様にのめり込みます。でそれを見るのがすごい恥ずかしいぐらいに、まあ、あのこれもまたいろんなところで見ていただく機会があるのでぜひ試してもらいたいと思います。これあの、お年寄りとやってるんですけど、50人お年寄り招待して全員がやっぱりあの、すごく可愛いとか子供と喋ってるようだとか、でそのうち2人ぐらいは涙流しておられます。
まあ、こういうのが、高齢化社会の中でコミュニケーションを支援する、日本中に散らばったカウンセラーとかと高齢者をつなぐとかですね、要するに移動しなくていいわけです。インターネットで全部自分 の, 存在を転送できるわけです ね。そういった利用ができるだろうと。でその後、そこにおられる山田さん と,、携帯電話を作りたいというので、取り組んでいるのが、これですね。一応模型持ってきたんですけど、こういうやつですね。後で触ってもらうとこれがいかにいいかということが分かります。 iPhone っていうのは要するに何ていうかガジェットの集合体みたいなものです。で通話の機能っていうのはここ30年何の20、30年何の進歩もしていない。本当に進歩させる、テレビ電話は一応ねチャレンジしたんですけど、テレビ電話だとお化粧しないとテレビ電話使えない、ね、人の存在を本当に転送できるものって何かって、こういうものだと思ってます。先ほどのテレノイドのような小さいものだと。で、今まで全部欧米 の, 分技術っていうか、その欧米に主導権取られてた情報メディアの分野ですけれども、これで巻き返しを図りたいと。で、コルコムの山田さんと挑戦させてもらってるところですね。皆さん信じてないでしょ、こういうの。だからそれは20年前に、山手線の中でね、電車の中でこうやってみんなポチポチやってる姿をね想像できなかったのと同じように、だからこれが信じれないということは、これが起こる可能性が高いということなんで、2、3年すればですね、携帯ショップでみんなこれやるようになる。まあ、最初だからロボットの研究を人間らし、人間らしいものが重要だっていうね、アンドロイドの研究から入ったんですけど、まず人間にとって重要なのは結局は姿形ではないかもしれないというふうにも思うようになって、で、まあ、そうやってロボットとかアンドロイドを作りながら、メディアを作りながら、人間とは何かって考えるのが、我々が生きている意味だというふうにも思っております。すいません、オーバーしましたけれども。ありがとうございました。